こんにちは、皆さん。今日はクラシック音楽の起源について探っていきたいと思います。クラシック音楽はルネサンス時代に大きく発展したと言われており、この時代は14世紀から16世紀にかけてヨーロッパで創造性が花開いた時期です。この時代は中世と一線を画し、古代の芸術や文学、哲学に対する関心が再び高まりました。ルネサンスの最も重要な側面の一つはヒューマニズムの台頭です。ヒューマニズムは個人と人間の理性の重要性を強調し、人々は周囲の世界を探求し、従来の考え方に疑問を投げかけるよう促されました。この新しい考え方は音楽にも大きな影響を与え、作曲家たちは新しい形式やスタイルに挑戦し始めました。彼らは古代ギリシャやローマの影響を受けつつ、同時に自分たちの時代の豊かな音楽伝統からもインスピレーションを得ていました。こうしてルネサンスはクラシック音楽の発展において非常に重要な役割を果たしました。中世の音楽は多くがモノフォニーと呼ばれる形式でした。これは一つの旋律だけで作られたシンプルな音楽です。しかしルネサンス期に入るとポリフォニーが広まっていきました。ポリフォニーは2つ以上の異なる旋律が同時に演奏される音楽です。これにより音楽はまるで異なる旋律が織りなす美しい布のように、より複雑で豊かな響きを持つようになりました。この新しいスタイルは聴く楽しみが増すだけでなく、作曲家たちが様々な感情を表現できる手段を広げたのです。ポリフォニーの最も重要な発展の一つに模倣の技法があります。模倣とはある声部や楽器が他の声部や楽器の旋律を模倣する音楽技法です。これにより音楽の異なるパート間に対話の感覚が生まれ、音楽がより豊かなものとなりました。中世において音楽は主に教会と結びついており、グレゴリオ聖歌のような宗教音楽が教会の礼拝で用いられていました。しかしルネサンス期に入ると世俗音楽がより一般的になっていきます。世俗音楽とは宗教的ではない音楽のことです。ヒューマニズムの台頭により音楽そのものを楽しむという傾向が高まり、人々は音楽の美しさや娯楽性を味わうようになりました。これによりマドリガルやシャンソンといった新しい世俗音楽の形式が発展しました。マドリガルは愛や自然、あるいは日常生活のさまざまな側面を歌った世俗歌曲です。一方シャンソンはマドリガルに似ていますが、フランスで発展した形式です。これらの世俗音楽の形式により、作曲家は音楽の中でより幅広い主題や感情を探求できるようになりました。15世紀の印刷技術の発明は音楽史において大きな転換点となりました。印刷機が登場する前、音楽は手書きで写し取られていたため、非常に時間と費用がかかる作業でした。その結果、楽譜を手に入れることができるのはごく一部の人々に限られていました。しかし印刷機の登場により、大量の楽譜を迅速かつ安価に作成できるようになり、楽譜は広く普及しました。これによりより多くの人々が音楽を演奏したり歌ったりすることを学べるようになったのです。また印刷技術のおかげで、作曲家は自分の作品を簡単に多くの聴衆と共有できるようになりました。彼らは自分の作品を出版し、ヨーロッパ中の音楽史を家たちに届けることが可能になったのです。このように印刷技術の発展は音楽の創造性を大きく広げ、ルネサンス音楽の豊かな発展に貢献しました。ルネサンス時代は古典派音楽の発展における基礎を多くの面で築きました。この時期にはヒューマニズムが重視され、人間性や感情を表現することが重要視されました。また新しい音楽形式の探求が進み、これがバロック時代や古典時代の音楽革新につながりました。ルネサンスに続くバロック時代では、ポリフォニー、複数の旋律が同時に進行する音楽形式の伝統が引き継がれ、
バロック作曲家たちはフーガや協奏曲などを通じてこの複雑な音楽をさらに発展させました。特に即興的に演奏される伴奏システムである通奏低音はルネサンス期の音楽慣習から生まれ、バロック時代には重要な要素となりました。このようにルネサンス音楽の影響は後の時代の音楽に大きな影響を与え、その基盤を築いたのです。バロック時代の後に到来した古典派時代は音楽における明快さ、バランス、優雅さを重視しました。これらの理想は人間の理性や調和を重視したルネサンスの思想に遡ることができます。古典派時代の象徴となった交響曲はルネサンス期に発展した初期の器楽形式から進化したものです。このようにルネサンスの音楽革命はその後の音楽発展に深く影響を持ちた。ルネサンスは芸術革命の時代でした。この時代の音楽は今日でも楽しまれ演奏されており、研究も続いています。ジョスカン・デープレやジョバンニ・ビエリ・ピエール・ルイージ・ダ・パレストリーナといったルネサンスの作曲たちは今でもその技術の達人として評価されています。フランス・フランドル派の作曲家ジョスカンは表現力豊かなモテットやミサ曲で有名です。彼は卓越したポリフォニーの技術を持ち、音楽を通じて深い感情を表現する能力に優れており、ルネサンス期を代表する最も影響力のある作曲家の一人とされています。一方、イタリアの作曲家パレストリーナは特に宗教音楽で知られています。彼のミサ曲やモテットは静かな美しさと精神的な深みを持ち、カトリック教会の音楽に何世紀にもわたって大きな影響を与えました。ルネサンスは大きな変化と激動の時代であると同時に、偉大な創造性と芸術的革命の時代でもありました。この時代の音楽は人間の精神と時代を超えて伝わる芸術の力を証明しています。町の音楽屋さんでは、練馬区の大泉学園駅前と埼玉市北区のプラザノースにて、こういった時代の合唱曲を歌う活動を行っています。現在は少し時代が進んだペルゴレージの曲に取り組んでいます。ご興味のある方はぜひ一緒に歌いましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。